阪急2000系電車は、阪急電鉄が1960年から、神戸線、宝塚専用として製造した、通勤系電車である。本校では、本系列の宝塚専用の低速型である2100系電車、直流600ボルト1500ボルト副電圧、対応型である2021系電車についても、記述する。鉄がこれら3形式を、から譲り受けした系列は、 のせ電鉄1500系電車とのせ電鉄1700系電車の各記事で解説する木目デコラの台座付きの初代ローレルショープレート同時期に京都線に投入された姉妹車である2300系と共に半球の車両で初の改正制度と低速運転制御を装備した高性能車である愛称は人工頭脳電車として PR されまたオートカーとも称された 基本的な車体構造は1997年に製造された8000系最終グループまで受け継がれ、昭和半ばから平成までの半球のスタンダードとなった。半球発の高性能車である1000型と1010系では、オール M 車を基本としていたが、製作費が高くなることから、見直しが図られ、MT 編成を基本に設計された。鉄道車両の法定対応年数が20年から13年に、 短縮されたことを機に、工程を可能な限り簡素化し、車両寿命がある、程度犠牲となることを承知の上で製造、維持コストの圧縮を図った。また線系列は、内外装が旧型車と、ほとんど変わっておらず、利用者が新車だと気づきにくかったという欠点もあり、利用者に対する新車へのインパクトも考慮して、開発された。1960年から1962年に、 かけて42両が製造された。1961年には、宝塚専用の2100系。1963年には、小圧洋服電圧車の2021系が登場している。1961年には、2300系とともに、第一回鉄道優の回路レル賞を受賞している。車体は、京都専用の2300系と同様、構成の順調格構造を取り入れた。 軽量構造車体となっている。これは、全世代の1010系、1300系などが軽量化に、不振するあまり、特殊かつ極めて複雑な車体構造となり、製造、保守の両面で問題が生じたことへの反省として、変更されたものである。デザインは、直線と平面を基調としたシンプルな形状となり、前面は三面折り妻とされ、前面、屋根、祖父に丸みが付けられた。 客用扉は、半球の車両では、初採用となる 1300mm 幅の両開き扉が採用され、戸袋窓は省略された。通風は1 1系などと同様の、軸流送風機による、ファンデリアを用いた、強制換気であるが、同系列などで問題となった、複雑な屋根構造は廃され、換気用のモニター屋根と呼ばれる通風ダクトを本来の屋根構造とは、 独立して全長にわたって搭載する構成に変更され、構造の大幅な乾燥化が実現した。外部塗装はマルーンの単色で、窓枠はアルミサッシム塗装の銀色とされた。側窓は加工窓となり、ワンタッチで開閉可能な新設計の大型ユニット窓が採用された。この窓は、その完成度の高さから、その後8 3 0 0系まで改良を加えつつ長く、 継承されることとなった。前面は中央に貫通扉が設置され、その両隣に窓が一つずつ設けられている。前小灯は半球の車両で初めて採用された丸型シールドビーム2塔が四角形のケースの中に入れられて貫通扉上に配置された。微灯は左右の窓上に1塔ずつ設置されており、内部切り替えにより標識灯として使用することが可能であった。 左右の倉下にはフックが一つずつあり、行き先表示板を掲出できるようになっていた。車体側面には、列車種別表示灯とと、車外放送装置が設置されている。室内も木目調の内壁とゴールデンオリーブの落ち着いた雰囲気で、全席ロングシートであった。つま面は、開放感を持たせるため 2080mm 幅の広幅間通路で、隣の車両と連結されていた。車両番号は、 側面相下に左右一箇所ずつと先頭車は全面貫通扉中央に一箇所ステンレスの切り文字で番号が掲出されていた主電動機は低格出力1 5 0ットの直流副管保証巻線付け電動機を装備した駆動方式は WN ドライブ波数比は85、16でこの歯車比は後の新方線の標準となる 軌道加速度時速 2.8km S、常用減速度時速 4.0km S、平坦線均高速度は時速 120km 以上を実現した。ブレーキは電力改正制度を併用する HSCR 電磁直通ブレーキである。電動車による改正制度、電動車の空気ブレーキ制御、付随車の空気ブレーキの順に動作する。 要優先順位をつける方式が採用された。パンタグラフは、菱形の PG-18A1 を採用した、離線による改正執行を防止するため、一両あたり二機装備していた。制御機は、抵抗制御を行う電動カム軸式制御機に分、巻機械自制御機を付加し、中速域以上では分巻機械自電流の自動制御のみで、主回路を切り替えずに立行、打行。 回生ブレーキを連続的に行う方式を採用した2000系と2300系では電気機器メーカーの違いにより制御方法が異なり2000系では直増幅機を用いる制御方式は 1C4M で2300系と異なり自家並列の切り替えを行う低速運転の機能も搭載され運転士がノッチで指定した速度に合わせて自動制御で 乗客数や勾配、電圧の工程に関係なく、一定の速度で走行することが可能となった。マスコンは2300系と同じく7ノッチであるが、2ノッチは直列運転用であり、低速運転用ノッチの指令速度は50.70、80.90、時速 105km であった。分け巻き開示の制御は、電動発電機と同軸に取り付けた、昇圧機を、主電動機の分巻き開示と、 直列接続し、この増幅率を磁気増幅機によって多霊開示電流を制御することで行われる。マスコンの位置、指令速度、実速度、主回路電流などの情報を磁気増幅機の入力として演算処理し、その出力が多霊開示電流となる仕組みであり、当時の自動制御技術による最新の制御方式であった。もっとも、このシステムは磁気増幅器の応答性が、 必ずしも良好ではなかったことと、昇圧機が河川電圧の変動に左右される電動発電機を動力源としていたことから、各社ごとの増幅率の調整が難しいことから、保守上の問題となり、昇圧時に分馬機械自制御器が廃止される一因となった。当初は、アルストムリンク式金属バネ台車である、住友金属工業 FS-333。 FS-33 を装着した、電動台車の軸間、距離 2100mm、車輪径 860mm に対し、付随台車は軸間、距離 2100mm、車輪径 762mm と、小ぶりになっている。半球でのアルストム台車の採用は2 0 0 0系、2 1 0 0系、2 3 0 0系が最後となった。1961年には、 住友金属工業の民伝ドイツ式台車第1号となる FS-344 が2011で使用され、1962年以降の増備車で量産型の FS-345FS-45 FS が本格採用された。民伝ドイツ式台車は多数の私鉄、地下鉄にも波及した。FS-344 は後に2017に振り替えられ、 廃却された。また、汽車製造によって開発された、エコノミカル、トラックと呼ばれる一自由度計軸箱、量式空気バネ台車の比較検討のため、2018と2019は KS-66C を、2068と2069は KS-66B を、それぞれ装着して進行したが、営業開始直後に、FS-345.45 に、 交換されている。京都線の2300系も同様の台車を採用しているが、2000系、2100系とは駆動方式の違いから、電動台車の互換性はない。2100系1984年、ひばりが丘花屋敷駅2100系は、2000系の宝塚線仕様として1962年に登場した。宝塚線に適した性能とするため、主電動機は、 出力1 0 0ット歯車比は6.07に設定された。低速運転の指令速度は45.60、70、時速8 0トルであった。電動車の2100型と制御車の2150型が、各15両ずつ、合計で30両が製造された。なお、2156回は、エコノミカル台車を使用している。本系列は、 直流六百ボルト専用設計であったため、昇圧後は二0系と同様に、低速運転機能と回生ブレーキ機能が撤去された。この時、最終6両については、電装品が二0 0系昇圧の際に発生した余剰機器に取り替えられた。このため、主伝動機が二0系と同じ東芝五百七十二 b に交換されて一時間低角出力が百五十キロワットに増強され、 同系列と共通運用可能となった。これら6両はしばらく元番号のまま使用され、1979年に冷房化改造をされた際に以下の通り2000系に改版、編入された。2162211221632113、プラス2164から2114。 2092204220932043プラス2094から2044また、2153と2155については、早い段階で3000系の増結に転用されている。残った22両については、2000系2050系2両を編入して8両、編成3本に編成され、引き続き宝塚線で使用された。 2021系原型車2071系、中間車本系列は、1963年の神戸線と宝塚線の河川電圧昇圧決定に伴って製造された2000系の副電圧、対応型である。1964年までに、電動車である2021型と制御車及び、付随車である2071型が、各21両ずつ、合計で42両が製造された。 副電圧車ではあるが、電圧転換器による車上転換ではなく、車庫あるいは工場で各車の床下の主回路や補助回路の切り替えスイッチの切り替え、あるいは端子板の決線変更による方式であり、走行中の電圧切り替えはできなかった。また、2000系と同等の低速運転機能も装備していたが、電気関係。 特に主制御器の構造が極めて複雑で保守に問題があったために、以降は比較的構造が単純な小圧速応車である3000系、3100系の製造に移行した。主電動機は2000系同様の副艦電動機であるが、定格電圧は 750V となった。2000系との並結は不可能であるが、車両番号は2000系の続番で、 それぞれ2021から2041.2071から2091と不満された。車体は2000系に準ずるが、側窓の冊子がフレームレスとなり、操作性が向上した。また、一部車両ではドアエンジンに新型の乗合兵器が使用された。2071回2074回は、初の6両貫通編成で投入され、広幅貫通路で6両がつながったが、 加減即時の風の流れが強くなったため対策が必要になり、以後の心臓車でつま引き戸を設けることとなった。他、4両編成、2両編成各2本が、汽車製造性のエコノミカル、トラックと称する一自由度計空気バネ台車を装備して進行した。2081回、2084回、2087回の6両、編成3本は、宝塚線に配属された。 昇圧に際しては、事前調査によって、直流1 5 0 0トでの走行性能に問題があることが判明したため、副電圧仕様から1 5 0 0ト専用車として改造されることとなった。ただし磁気増幅機の改造程度であり、2000系のような大規模な工事は行われなかった。昇圧後しばらくの間は、低速運転機能、回生ブレーキ機能を残したまま神戸線と、 宝塚線で使用されていたが、昇圧後は電気配線や制御機関系の故障が相次ぎ、神戸線では高速走行中に、主電動機のフラッシュオーバー事故に悩まされた。2021系は、電装解除が行われ、その後の冷房化に伴う、開板以降は2071系と称することとなった。電動車が0番台、付随車が50番台となり、 運転台の有無に区別なく投資番号で不満された。編成は 2M2T の4両編成が基本で、従来は阪神急行電鉄からの関連で、大阪寄りに電動車を配置していたが、2000系列では、その逆で神戸方が電動車となった。電動車が神戸型に変更されたのは、当時開始されていた大型車の5両編成運転に、際始2000系。 2100K でも4両編成の大阪寄りに単車の電動車を増結した5両編成運転が想定されたが、その際に電動車2両が連続して4機のパンタグラフで河川を集中して押し上げるのを避けるためである。この5両編成化は見送られ、2100K で MCTC の2両を増結する6両編成運転が開始されたことで、パンタグラフ近接の問題は解消した。 2000系の1960年から1961年に製造された編成は4両編成で登場し、神戸線に配属された。2054回は2100系の投入まで、宝塚線に仮配属された。2100系は1962年に竣工した。1962年の製造者は、4両編成に2両編成を増結する6両編成で投入された。 1963年には副電圧車の2021系が進行した。神戸線は1967年に 1500V への昇圧が決定したが、電気機器は河川電圧 600V 専用で昇圧改造が不可能であったことから、昇圧に際して低速度制御機能と改正制動機能は廃止となった。改造に際しては制御機器が申請交換され、 手電動機も境時の結成を変更して、通常の直巻電動機に改造、一般的な抵抗制御となった。ブレーキも空気ブレーキのみとなった。パンタグラフは一両あたり一気に削減され、引き紐装置のある運転台側を損置した。なおこの際、最初の一辺成分の床下機器は新たに製造したものに交換して、手電動機など、超圧後も使用可能な機器のみ。 小圧改造した上で次の編成に転用する方式で工事を行い、2000系の最後の小圧対象編成の工事後に余剰となる電気機器を使用して、2100系の最終編成6両を2000系に編入する工事を行った。1968年の神戸線8連化に際し、2021系は編成を解体して増結付随者への転用を開始した。電動車は、 電装解除の上2000系に、付随車は3000系に組み込まれ、神戸線から編成としては撤退し、宝塚線に集中配置された。宝塚線では、神戸線で発生したようなトラブルは発生しなかった。ものの、電気的な複雑さと星の困難さは変わらず、2021系は、電動車を電装解除の上、全車型系列の中間付随車への転用が図られる、こととなった。 転用改造は1970年に始まり、6両貫通編成の中間車を中心に十両が、電送解除の上で2000系と3000系に組み込まれた。1977年の6000系の投入による、5000系の連回運用の終了に伴い、空気バネ台車の5000系の長編成化用として2021系が組み込まれた。エコノミカル台車の千三十一から千三十六 2081から2086の12両が対象で、付随者化と冷房化の上で編入されている。他の4両が3000系の増結用として改造され、残りは戦闘車のみで編成された8両編成2本のみとなった。1978年には2087回が伝送解除され、最後に残った2077回も、1979年春には4両、 編成化され、未納専用となったが、同年中に、伝送解除され、3000系、3100系7両編成に編入された、結果、2021系単独編成での運用は、消滅した。また伝送解除された2028.2030と、2077.2079、2090.2091の6両については、運転台は撤去されずに、 中間付随車として使用されていたが、後の冷房化改造と同時に運転台が撤去されている。二代目2055、二代目2055の車内1977年から1981年にかけて2000系の冷房化改造が行われ、2050回を最後に完了した。冷房装置は標準の1500カロリー H3 で電動車の車軸も強化され、 パンタグラフは大阪寄りに移設された2100系編成に組み込みの2055.2059は改造の対象外となり乗せ電鉄へ譲渡された運転台の撤去も一部車両で行われており以下の計7両で実施されたつま面は3面折りつまのままで乗務員用扉の後に小窓を設置した運転台仕切りが一部残され旧運転台部には座席がないまた 風の吹き抜け防止のため、広幅貫通路の強幅化と爪引き戸の設置も一部車両で行われた。大阪より広幅貫通路の強幅アダプタ取り付け、2050系の神戸より広幅貫通路の強幅化及び、ドア設置改造が実施された。他系列への組込み車については、組込み先編成に合わせた仕様で行われている。2100系は冷房化を行わず、 2000系への編入者のみ施行された。2000系と同性能に改造された6両は1979年の冷房改造時に2000系に編入され、車両番号は2042から2044.2092から2094となった。2154は1984年の六甲事故による初代2050の自己廃車の代替で冷房化され、 2代目2050となった、2000系編成に、組み込みの2153.2155は1985年に冷房化され、2代目2055.2059に改番された。2021系は1976年から1984年にかけて冷房化され、乗せ電鉄に、上都の2030を除く全車に実施された。同時に運転台の撤去が行われ、 元電動車の2021系2021から2041は、車番に150を加えた2171系2171から2191となり、2071系と称されるようになった。組み込み先の編成によっては、表示幕を設置した車両もある。1984年5月5日、六甲駅の上り本線で、山陽電鉄車両との衝突事故が発生し、 2050回が被災した。大破した2050は復旧されず1984年12月14日付で廃車となり、大体に2100系2154を編入し2代目2050とした。初代2050は落成直後の1960年10月27日、西宮車庫での校内市運転を2050から2001の編成で行った際に配管接続作後による。 ブレーキ不能状態となって留置中の 900K909 に衝突、本線試運転が中止となり、事故からの修復のために営業運転開始が1960年末にずれ込んだ過去があり、まさに事故に始まって、事故で終わる一生であった。西宮車庫での事故の際に、校内運転資格ありの常務見習いの立場で2050を運転していた。山口マスは、六甲駅での事故の際には、 車両部責任者の立場で自己処理に当たった。1995年の阪神、淡路大震災では、2071系2087が、伊丹駅で被災し廃車となった。また、同じく、伊丹駅で被災した3109を代替した3022の代替として、2171が3000系の M 車に編入され、2代目3022となった。このような、 複雑な改造が行われた背景には、廃車となった3109の補充のために、戦闘車が必要であることと、当時旧車中で転用可能な車両のうち2171は、元電動車であり、トラップドアの復活などが容易であったためであった。2000系採用なら運転昇圧後、2000系は、昇圧改造で2000系性能となった2100系。 最終編成6両を合わせて7両編成化が実施された。この際、余剰となる2050系6両については3000系や5000系などの多系列編成の増結用として、転用の措置が取られた。なお、2050回のみ、一旦8両編成化されたが、短期間で7両編成に変更された。編成外の結果、形式ごとの編成は崩されていくことになる。圧後は、 京都線への入線が可能となり、1970年に開催された日本万国博覧会の際には万博準急に充当されて京都線車両の絶対数の不足を補ったが、同年12月には2050回を除いて伝送解除された2021系電動車を組み込み、8両を編成化された。1972年、 老朽化した100系のトータと各線の冷房車の配置金製化の関係から7両編成6本が京都線に転属し7両編成で急行を中心に運用された特急運用が8連覇2100系は1980年代になると速度が向上した宝塚線では性能不足となり冷房化工事を行わずに乗せ電鉄に譲渡されることとなった 1984年3月の今津線の南北分断に伴い、2000系は今津南線、紅葉線用の3両編成4本が準備された。3両編成の車両は空気使用量の増加に伴い、2050系 TC 車に空気圧縮機を1台増設している。3両編成化により、余剰となった2050系付随車は、 当時、今津線で使用されていた5000系6両編成に組み込まれている。1984年5月の六甲事故後にも大幅な編成変更が行われ、今津北線用の6両編成や伊丹線用の4両編成が登場した。8000系の投入に伴い、2000系の神戸本線の運用が消滅し、紅葉線、今津南線用の3両編成が最後まで残っていたが、 1992年1月に単独編成の運用を終了した。1月26日には2070回によるさよなら運転が行われた。単独編成消滅後も3000系、5000系の中間付随者として2000系、2050系、2071系、2071系、2171型が引き続き使用されていたが、2014年に全敗となった。 乗せ電鉄1700系となった2000系2100系は2000系付随車の2055.2059の2両と2021系2030を含む24両が1983年から1985年にかけて乗せ電鉄に乗とされ1500系として入線した2021系の冷房化未試行車2030は 2代目2050に改造された2154の代替として、譲渡された。2000系、2071系の廃車は1989年より、開始され、1992年2月の2070回の廃車をもって、単独編成は消滅した。2000系は1990年から1992年にかけて、乗せ電鉄に譲渡され、同社の1700系となった。 上都車のうち2072.20782177.2187は2071系からの転入車である。中間車については、運転台撤去車は含まれていない。1995年には2087が、阪神、淡路大震災による、痛み液崩壊に巻き込まれて、廃車2171が3000系3022へ、改造、改版され、 二両の減少があった。1999年には2091と2050系の運転台撤去者として最後まで残った2052が5200系最後の編成とともに廃車。2000年には2088が製造時からの中間車では初の廃車となった。2088は3054回から脱車後1993年より西宮車庫で留置されていたが、 震災を除くと、スイープファン、表示幕設置車両で初の廃車でもあった。2000年からの5000系のリニューアルでは、5100系の編入により大量の廃車が発生した。うち2000年の2090と2006年の2184.2085は5000系からの脱車後に、宝塚線の3000系へ採点用、2011年に廃車となった。 当初からの2050型は2005年12月までに2100系からの編入者で最後まで残った2093も2013年7月30日付で廃車となり2000系は消滅した2071系も2014年に廃車となり阪急線内からは姿を消した2003年 2 0 7 1系の2 0 7 1系2 0 8 6 2 1 8 6が、兵庫県広域防災センターに譲渡され、同社の事故訓練用教材となった、二両共元戦闘車で、譲渡時に全面のみ戦闘車仕様に復元されている。C は、中間運転台の位置を、O は、運転台撤去後の位置を指す。1985年1月頃、2050は、 六甲事故で1984年12月に、廃車、2000.2051は、未蘇生、1990年2月現在、2050は2代目、伊丹専用4連と紅葉線、今津並み専用3連のみが残存、中間付随車2000系2071系、阪急2021系電車に関するカテゴリー、阪急球2100系電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。